はい、増援パートナーズの森です。今回はですね、質問にね、今回答えていこうかなと思うんですが、チェーンソーですね、チェーンソー、チェーンソーね、えー、買っちゃいけないよっていうね、感じのお話なんですけれども、コメントね、えー、いただいておりましたね。選定の初心者が絶対に買ってはいけないもの、5個。ね チェーンソーっていうふうにね、私多分言ってるんですよ。この動画の中でね。チェーンソーね、未だにですね、初心者の方はね、買わない方がいいんじゃないかな。DIY の方もね、ちょっとね、あの、買うのをね、一瞬でこう待っていただきたいなっていうふうにね、思います。っていうのも、ここで言ってるチェーンソーはね、その、エンジン、ガソリンでね、動いて結構まあ、バーが長いやつって感じでね、あの、思っといていただければいいです。あの、なんか、 えっとね小、小さいね、もうほんと歯がね、このぐらいまでしかありませんよみたいなやつはね、結構ね、使い勝手がいいんですけれども、それもね、ちょっと一瞬ね、あの、あそういう面もあるんだなっていう風な感じで、あの、悩んでいただいた方がいいのかなと思いますのでね、まあ、今回のお話という風なところです。えー、コメントですね、いただいております。えー、こんにちは。チェーンソーはメンテナンスが難しくあまり進められませんね。 え、木くずを取り除いたり油の点検など、使いっぱなしにしておくと、故障や事故の原因になりませんかと、なりかねませんというね、えー、コメントいただいております。コメントありがとうございます。もちろんその通りでですね、そのままにしといたらですね、えー、綺麗にしとかなかったらね、やっぱ、なんかね、錆びちゃうとかね、使いにくくなっちゃうとか壊れちゃうっていうことはあります。ですんでね、え、やっぱり、一回使ってね、なんとかみたいな感じなのであれば、 ね、えー、まあ、それじゃなくてね、えー、検討した方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。もう毎日毎日使うんだったらいいんですけれどもね、まあ、その本職のね、プロの方のように、結構ね、結構な頻度で使うのであれば、ね、その買うっていうのも検討していただいてもいいのかなとは思うんですけれども、基本的に DIY の方とかね、えー、初心者の方とかはね、まあ、まあ、あんまり必要ないのかなっていうふうに思います。で、油の点検とかね、その歯がね、どういうふうな感じになってるのかっていうところもしっかりね、 え、見れなきゃいけないし、見なきゃいけないんですよ。だからかなりね、めんどくさいというふうになりますね。そのオイル保管するとかね、えー、なんかガソリン保管しとくよとかね、ツーサイクルエンジンだからね、どうのこうのみたいな話とかもね、結構あったりしますんでね。でですね、やっぱ一番ね、あ、あの、その懸念するというかね、気をつけていただきたいのはね、やっぱ怪我するっていうのが一つね、あの危ないんですよ。特にチェーンソーってね、 あの、すごいんでね、もうあれ、キックバックって言ってね、えー、あの、ヨネズケンシさんの歌ね、えチェーンソーマンでね、えー、ちょっと私見たことないんですけど、チェーンソーマンね、あれヨネズケンシさんのキックバックはよく聞くんですけれどもね、あのね、それで、要するにこの、切ったらね、バーンって跳ね返ってきちゃうののことをキックバックって言うんですけれども、あれがね、こう、なるんですよ、本当に。私はですね、なると思って使ってるんで、 え、一度もなったことはないんですけれども、必ずね、あの、操作するときはね、両手で持つっていうのをね、あの徹底しないと危ないです。片手で持ってたらね、やっぱ勢いすごいんでね、もう跳ね返ってきちゃうんですよ。だから必ず両手で持つっていうのをね、あの、徹底してね、私はやってるというふうになります。それでね、使う職人の方々にも必ずね、 片手ではなくて、両手で使うようにというふうにね、えー、指導をしています。そのぐらいね、やっぱり危ないんですよね。特にバー長いとね、すごいんでね、勢いね。あの、エンジンのね、あの、量とかにもよりますけれども、まあ、とにかくね、その、ね、最悪死んじゃうっていうような感じのね、事故になり得ることもね、ありますんでね、まあ、ぜひとも注意をしといていただきたい。で、このね、 コメントの通りですね、木くず取り除いたりとか、まあ油の点検とかね、いろんなことありますんでね、まあ基本的にはね、まああんまね、うーんっていうぐらいの感じでね、えー、ちょっとね、どうしようかなーって、本当に必要かなーみたいなのをね、10回ぐらい検討しておいた方がいいのかなっていうふうに思います。結構ね、この、さっきも言ったんですけれども、小さいタイプのね、この片手で持つようなね、あれとかね、すごい使いやすいんですよ。プロの方でもね、 あれ、もう一個あったらもうね、ほんとこれしか使わないな、みたいな感じでね、思うぐらいね、すごく使い勝手がいいんですよ、最近のやつ。で、充電だったりとかしてね。だから、プロの方はね、そういうのでもいいし、これ買ってもいいと思いますし、DIY の方だったらね、あの、ノコギリがこうね、電動で動くレシプロ層っていうのがあるんですけれども、それの方がね、まだその危険は少ないのかなっていうふうに思いますんで、まあそっちかな、とかね、思ったりします。まあ、その辺もね、怪我をしないように、 注意してできるよっていうことであればね、やっていただいてもいいのかなとは思うんですけれども、まあ、怪我をする前提でやらなきゃいけないんじゃないかなって私は思いますんでね、ぜひとも注意しておいていただきたいというような感じです。はい。続きましてですね、コメント、注止楽しくて誠実、芸人さんのような話術、チェーンソーは危ないのところで大笑いしましたというね、えー、コメントいただいております。どうもありがとうございます。結構ね、あの、喋るのがね、 え、好きなのかね、慣れてきたのかね。ま、いろんなお話がね、え、ここ再開できるようになってきてね。YouTube もね、始めたの2019年だったみたいでね10。20、2 1 2 2 2 21,22,23,24。22 21 22 23 24もうね、え、4年やって5年目というふうにね、なってますんでね。で、え、未だにね、え、なんかね、なんとなくやってるというふうなね、感じになりますんでね。はい、今後もね、え、ぜひともご視聴いただければなと思います。 はい。続きましてですね。使い倒すことが大事ですね。えー、とですね。どうもありがとうございます。続きましてですね。何を使っても慣れは一番の怪我のもとですので、皆様を気をつけてというね、コメントいただいております。まさしくね、その通りなんじゃないかなっていうふうに私も思います。やっぱりね、その満身っていうんですか。そういうのはね、その事故だったりとか、怪我だったりとかね、そういうのに伝わって、あの、 つながってくるというふうにね、なりますんで、ぜひともね、やっぱりね、その、怪我しちゃうかもしれないってね、常に思いながら作業していただくっていうのがね、大事になってきますんで、さっきのね、そのレシプローサーってノコギリがこう動くやつとかも、どういう事故が起きるかもしれないっていうのをイメージしながらね、やっぱやるっていう必要があると思いますんで、そうならないようにね、安全に作業ができればというふうな感じになります。やっぱりね、その、一番大事なのは、 安全です。安全。安全だったらもう一回やればいいわけですから。怪我がなければね。怪我しちゃったらもう二度とできないかもしれないよと。怪我をしてなければ、まあ、また挑戦すればいいわけですからね。またやるって、ね。それでいいわけですよ。だからまあ今日はね、怪我しそうだったからここまででやめたよ、みたいなね。感じでもいいと思いますんでね。必ずですね、えー、怪我とか事故とかね、えー、最悪死んじゃうみたいなこともね、ないようにね。 え、作業していただけたらなと思っております。ということでですね、本日はそんな感じでチェーンソーをね、まあ買うのちょっとね、待ってくださいね、みたいなね、感じのお話をしております。チャンネル登録もいいですよという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録も,もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。